ヨハン・エッシュ・ショルツ・ヨハン・フリードリヒ・エッシュ・ショルツは、現在のエストニア生まれのドイツの医師、植物学者、動物学者である。当時ロシア帝国領のタルトで生まれた、バルトドイツ人。ドルパート大学で医学を学び、ドルパート大学で1819年から、解剖学の非常任教授、1822年から、動物学収蔵庫の館長、1829年に、 解剖学教授となった。1815年から1818 18年まで、夫本古ゼブーが率いる竜陸号の世界、就行体験航海に医師及び博物学者として参加した。ブラジル、チリ、カリフォルニア、太平洋の島、ベーリング海峡沿岸、アリューシャン諸島の動植物の採集を行った。航海の終了後、 昆虫を除く標本は同行した、もう一人の博物学者、アーデルベルト・フォン・シャミスソーに託され、シャミスソーは、花火師僧の学名エシュスコールザ・カラフォーニカに、エッシュ・ショルツの名前を命名した。この旅行の記録は1822年に、ドイツの雑誌エンタマグロフィンに発表された。百二十三年からコテブが再び率いた、プレドプリエティゴの探検航海にも参加し、熱帯やウラル。 アラスカ、シトカやカリフォルニアで主にカブトムシの膨大なコレクションを集めた。39歳で没するが、フランスの高中学者、ピエール・フランソワ・マリー・オーギストデュジャンを訪れ、収集したカブトムシが新種かどうかを調査した。エッシュ・ショルツが命名、記載したカブトムシの論文は、エッシュ・ショルツの没後、デュジャンによって出版された。マーシャル諸島の干渉名に命名されたが、 1946年にビキニ干渉に改名された。コツェブー1の入り江にエッシュ・ショルツの名前が命名されている。エス・チャッシュは植物の学名で命名者を示す場合に、ヨハン・エッシュ・ショルツを示すのに使われる。ありがとうございます。